はい、どうも皆さんこんばんは、ゆきやみです。今日は機動戦士ガンダム戦車士の奇跡ノリス編の方やっていきたいと思います。前回ジョニー編終わりまして、この間がないということで今回はノリスを、すっ飛ばしてやっていきたいと思います。バーナード・ワイズマンの下もまだ解放されてないんだよな。この2人クリアしたら出てくるんでしょうか。それか俺ね、連邦編忘れてたんですけど、あの1人プレイするの忘れてました。まあ後でやればいいやっていうようなこと言ってやってなかったキャラクターいたんですよね。ハヤト忘れてました。ノリス編終わったら一回ハヤト挟もうかな。さあノリス編のミッション1はファーストコンタクトやっていきましょう。基地周辺の拠点を射殺に向かったところ、敵の襲撃を受けていた。敵モビルスーツ隊は拠点を攻撃する形で攻撃を仕掛けていた。私は拠点防衛のためザクで撃って出ることにした。さあそれではブリーフィングやっていきましょう。ふむ、マサドの隊の基地査察か。近年連邦の戦力が充実してきている地域だ。防備体制を着実なものとせねばな。敵が侵攻する北側に統治下3、ザクの番号1、東南側も囲むように統治下を配置。西側の崖には地雷原、北の中腹には民間人の村か。一応鉄壁に見えるが、ん？戦闘か？か、あそこには確か弾薬庫が。急げ、現場に急行するのだ。ふん、随分とやられたものだな。連邦がゲリラと共同作戦とは。マサド、出撃する。上空支援は頼むぞ。這い上がるネズミどもは我が隊にお任せください。よりによって特別査察の日に飛んだことになりまして、ギニアス様にはよしなに。さあ行くか。こっちから来るやつだな。オーバーヒートだぞ。いた。しかし思ったより動けねえなこのザク。これが白だな。了解。335だと。ちょっと待って、ヒットポイントでかすぎるな。はっ、お任せください。これは全員で袋にしないとやられるやつだ絶対。ちょっと待って、いるザクはもう全部回そう。了解。じゃないと勝てないな。了解。絶対負けるこのままだと。これもザクで。了解。この辺確か統治下だったよな。確か内側に。よしよしよし、前ミッションやったから分かるもんね。さあ白編の時とは逆だからな。オーバーヒートだぞ。困ったな、あんまり接近したくねえな。やってやる。させるか。よし、ちょっとタックルで止めて。やるだ。どうしよう、威圧で止めるか。直撃じゃない方がいいか、ひょっとして。脆い、もろすぎる。これで動きを悪くさせて、これでなんとかするか。よし、いいぞ。なめるな。マシンガンかな、一応効いてるけど。敵を発…タクト。よし、まあまあ入るな。甘いな。あとはタックル入れて、ちょっとでも動きを巡らせる。よしよしよし、いいよ。作戦通りだ。どこ行った？あ、やべ、なんかあいつ攻撃力高そうだから、あんま近づきたくない。しまった。ちょっとでも動きを止めて。よし、あとは格闘で決めてやるよ。あ、やべやべやべ、すげえダメージ。あ、よかった、誰かわからんけどすげえ大ダメージ与えてくれた。よし、モビルスーツ隊は片付けた。あとはゲリラどもを始末するだけだな。はっ、それについては我が隊が責任を持ちまして、何とぞギニアス様にはよしなに。うん。いやー、やりましたね。シロは逆に信頼失ったんじゃないですか。こ
うしてノリスはシロー・アマダ率いる第08小隊との初の戦闘を終える。後に続く彼らとの戦いの幕開けであった。さあそれではもうミッション2でいきなり震える山ですね。これは大変そう。ノリス編いきなりクライマックスか。ミッション2つで終わりなのかな。いや3つぐらいありそうだよな。まあとりあえずやっていこう。ついに基地の位置を敵に突き止められてしまった。敵に包囲され総攻撃を受けること数回、それらを押し戻してきたものの、我らの戦力は消耗し呼吸も底をつきかけていた。この間アイナ様の提案でケルゲレンを病院船として空に返すべく、傷病兵の搬送と必要物資の積み込みが進められ、発進準備は整いつつあった。私は最後の補給を受け、ケルゲレン出港に障害となるタンクもどきを始末し、脱出ルートを確保するために出撃した。アイナ様の望みを叶えて差し上げるために。さあそれではブリーフィングやっていきましょう。アイナ様も成長なされた。この私を親と呼んでくださるか。ならば命を懸けてアイナ様の夢、ケルゲレンの脱出を完遂させてみせる。鉱山都市の砲撃隊か。我らの制圧部隊を退けた敵だ。心してかからねばな。よし、障害となる砲台は全て潰し、ケルゲレンの脱出ルートを確保する。ケルゲレン出港準備完了まで3分10秒。この時間に全てをかける。はい、というわけでガンタンク量産型のやつですね。それを殲滅しろと。はい、頑張っていきましょう。グフカスタム強そう。隊長さんよ、何か来る。聞いたことのある音だ。どこからだ。チキショー、音が待ってやがる。待てよ、エレベーター、地下からだ。早い。指揮者1、人型3、タンクもどき3、一つはましたか。さあ今回はタンクさえ壊せばいいんだから、この下ら辺になんかいるな。当たれ。おっと、いきなり目の前だった。誰か援護してくれ。もらった。いやー、ちょっと強。あ、ちょっと、やばい。あっという間に一気。こいつは…え、何こっちよ。ヒートロッド、やべ。ちょっと降りた場所が失敗したけど、なにこの強さ。連邦にもプロニウマルを重力に縛られおって。彼にいるけど、あまりに早く撃破したから、サンダースだいぶ経ってから悲鳴上げてるの。足の遅いケルゲレンには脅威となる。さあ、カレン来い。一対一をしようじゃないか。あ、タンクめっちゃ狙ってくるな。やばい。今よし、いけた。すげえ、何これ。援護はまだか。ヒートロット、これチート武装みたいなもんだな。こんなん何もできないじゃん、敵。誰か援護してくれ。この剣いらないよ。強すぎる。2つ。よし、あと1つ。なんか奥にいるな。ちょっと待って、こっちにもなんかいることになってるぞ。エレデマだ。まあ何もさせませんよ、このヒートロットがあればね。それ。あっという間に片付いた。あ、回復ないのがちょっと痛いな。サンダースにちょっとやられたのが効いてんな。どうしよう、シロもうまく釣れるかな。落ちろ。シロを釣って、いやでもシロを倒す必要もないもんな。
シロを釣ってハンクのとこまで一気に駆け抜けて倒す。そこか、落ちろ。ここ以上高いからな、あいつ。いやー参ったな、シロがなかなか離れてくれないな。タンクからちょっとでも離れてくれれば。あ、これはチャンス。うわーく、落ち、直撃を使う。向かった、どうだ、倒せるか。援護はまだか。間に合った。しまった、三つ、これでケルゲレンの障害を排除したぞ。いやーかっこいいね。シロウもでも倒せないことはないのかな。全部倒してエスラン狙うのもありだな。たった一機で出撃したノリスは第08小隊との激しい戦いの末これを撃破。ガンタンクをも破壊してケルゲレンの脱出ルートを確保することに成功した。ノリスの活躍によりケルゲレンは空へ帰ることができたのだった。はい、というわけでめっちゃポイント入りますね。これレベル上げの場所に最適かもしれん。3分かからずに、トータルポイントこれだけでも665、レベル1つは必ず上がるもんな。ちょっともし次のステージあったら先にね、ちょっと周回してレベル上げてきます。それではミッションセレクト画面戻ってまいりました。ノリズ編の方、周回プレイしてきましてレベルの方結構上げてきました。でミッション3の方出ております。一応これが最終ミッションみたいです。ノリズ編ミッション3、ジャブローの探索、これをやって今日は終わりにしたいと思います。それではスタートです。ついにアプサラスは完成した。基地に総攻撃をかける敵を突破し、我々はアプサラスと共に脱出した。最終調整の完了したアプサラスを持って連邦の本拠地ジャブローを叩く。アプサラスのジャブロー攻撃を支援するため我々モビルスーツ部隊も出撃した。さあそれではノリスさん生存ルートということでアプサラスも落ちてないという設定なんですね。ジャブロー攻略にアプサラスも使うと。さあそれでは見ていきましょう。よし聞け、我々の任務はジャブローの入り口を探索することにある。情報によるとジャブローの入り口がこの付近に存在することが分かっている。ここを重点的に探索するぞ。また敵 AAC および AAM などアプサラスの障害になり得る敵は極力これを排除する。なお腐ってもここは敵の本拠地だ。敵戦力を侮るなよ。よし、作戦時間は7分だ。出撃。ノリスパッカード、出るぞ。さあ、行くぜ。今回はガトリングを思いっきり使ってこう。落ちろ。どっちかか。誰か。これは見回りで使ってきゃいい感じかな。誰か援護してくれ。やってやる。余裕だね。よし、この調子だ。壊せるものは壊しとこう。誰か援護してくれ。めっちゃ敵いるな。さすがジャブロー、数が多いぜ。補給とか修理もしっかりもらいながら行こう。弾が足りなくなったら困るからね。さてガウは大丈夫かな。うわーやられそう。ちょっと早いとこ行かないと。やってやる。やられそうだぜ。敵を発見した。もらえる場所もあんまないから、ちょっとと引き倒して援護してくれ。前行こう。少しでも弾使って呼吸ももらう。修理と呼吸いただき。さあ、あれはベテランのジムか。うわーく、しまった。あれ、しまった、受けしまった。うわーく、これは良くないな。威圧で止めよう。もろすぎる、はずいすぎ。これはやばいな。これちょっ
と味方なしでは無理じゃないかな。あ、ガウまた回ってきてくれてんな。大丈夫、いけるいける。これは弾をなんとか温存しなくてもなんとかなるやつだ。あ、いいやつは残しとこう。まだダメ。いよいよこのままこのまま。援護はまだか。さあ粘れ粘れ。ぐるぐる回ってるだけで OK。 よし、さあ大体の敵は片付きました。あとはゲート味方2機に攻撃してもらってるんで、仮に敵が湧いたら後ろをつけるんじゃないかな。絶対湧いてくるでしょうし。さあゲート破壊、やっぱ出てきた。敵が出てきたらアプサラス攻撃の障害になりうる。排除するぞ。アドロックとかはいないな。オッケー、やばいやつはいない。あ、ちょっと待って、俺の後ろからも来てた。さらにその後ろを取られてたやつ。もろい、もろすぎる。やーべえなこれは。最悪逃げ回りながらガトリング巻きます。やってみるか。よしよし、大丈夫大丈夫。1機ずつ確実に減らしておこう。しまった。よし、うわーエースだ。落ちろ。連動エースはダメ。エースは後回しにしよう。いいから。ふぅ、ちょっと数多いな。落ちろ。やっべ。いやー、これ味方にやられちゃったんじゃない。これやばいな。あと1分ちょいしかないのに威圧もないし直撃もないし、やっべえな。弾散らしながら、いや、やられる。巻くしかねえ、巻くしかねえ。よしよしよし、いいよいいよ。あー厳しい。あと20秒。いや、やられる。誰か援護。直撃か。くそ。あー、まずい、捕まった。あと10秒。敵撃破。ふ、落ちろ。くそ。なら格闘で決める。あとちょっと。させるか。頼む、倒して。よし、間に合った。敵部隊を殲滅しました。よし、危ねえ。了解。危なかった。もう十分です。アプサラスの砲撃の影響範囲外に後退してください。ちょっと慎重にやりすぎたわ。分かりました。アイラ様、ご無事で。目標に接近、撃ちます。これで連邦の最後か。本拠地が落ちた。目標に命中を確認。作戦は成功です。うわあ、連邦のジャブローがえらいことになったな。アイナの放ったメガ粒子砲はジャブローの厚い岩盤を突き抜け、ジャブロー基地内に到達。一瞬で基地を壊滅状態にした。この一撃により大損害を受けた連邦軍は抵抗する力を失い、ジャブローは陥落した。はい、ミッションクリアです。危なかった。もうラスト秒残ってなかったっすね。最後の格闘クリティカル出なかったら負けてました。はい、というわけで S ランゲット。アイナさんが解放されたってことかな。はい、というわけでレベルもだいぶ上げたおかげでね、楽にクリアできました。はい、それではノリス編すべて終わりました。ミッション3の方も S ランクが取れましたんで、ミッション2終わった後レベル上げ兼ねてミッション1と2も S ラン取ってまいりましたんで、すべて S ランで塗り替えました。いやー、よかったよかった。なんだかんだノリス編やって一番きつかったのはミッション1だったかもしんないな。やっぱザクで陸戦型ガンダム3機自分のヒットポイントの5倍ぐらいあるような相手を戦わなきゃいけないってことで、やっぱちょっときつい感じありましたね。まあ総攻撃でなんとか倒したって感じです。
まあ、レベル上げたのもあったんですけど、一回クリアしたことで武装は変えられるんで、武装を変えてバズーカでまあ簡単に落とせますんで、ジャイアントバズ装備させて戦いました。で、あっさり前期破壊して、まあ、ちょっと資料だけは苦戦したけど、なかなかあいつ強いからね。はい、というわけで、まあノリス編もこれで終わりましたんで、また次回別のキャラクターってことになりますね。間が埋まったんならそこ行こうかな。はい、というわけでアイナさんですね。いやー、かわいい。はい、というわけで次回はアイナサハリン、こちらやっていきましょう。ちょっと難易度高いんだろうな。ステータス的なものも高くないしね、なんか嫌な予感がします。はい、というわけで、まあ次回ちょっと頑張ってやってみたいと思います。それでは失礼します。